はい、おはようございます。原田農園です。今日は3月21日ですね、日曜日です。午前中はですね、ちょっと外が雨が降っているということで、免許の更新に、5年ぶりに行ってきました。皆さん、安全運転ですね、車の方を運転していきましょう。はい、ということですね、今日は、こちらトマトのハウスですね。今からトマトを植えていくハウスなんですけど、去年ですね、年末に、ほうれん草をハッシュしてですね、ほうれん草収穫終わって、まあ、そのまま放置してたんですが、今ですね、竹パウダーを、散布して、で、先ほどですね、自動ソーダ、GL241 の、自動ソーダがついたですね、トラクターでですね、こちら、ハウス内を後期作業してきました。今までですね、ハウス内で使えるっていうのはちょっと、思いもしなくてですね、久保田さんのですね、GS ですかね、NB21 とかですね、SL28 の GS ですかね、とかのハウスに入れそうなトラクターはすべてですね、ちょっとハウス内では使えないという、施設内では使えないということでですね、久保田さんの方に教えていただいてましたので、自動ソーダが使えるっていうのは全然、頭になかったんですね。で、昨日ですね、こちら、中、ちょっと攻撃しないといけないということで、トラクターを中に持ってきてですね、うちの GL241 しか、ハウス内に入るトラクターありませんので、あちら、自動ソーダつけてるんですけど、使えないだろうということですね、こちら中に入れてですね、で、夕方、昨日は、ちょっといろいろ作業してですね、中田くんが来てですね、これが自動ソーダなんだよとかっていうちょっと話をして、ちょっと紹介してたらですね、もう設定してるんだからついでにちょっと自動ソーダ使ってみようかということですね。倉庫内とかで取り付けしてる時もですね、GPS、GNSS の、GPS のアンテナをですね、30個とか、多い時はですね40個ぐらい、拾ってたんで、もしかしたらこのハウス内でも使えるんじゃないかと思ってですね、携帯でテザリングしてですね、 N トリップの、補正データを、入れながら今使ってみたんですね。それがですね、素晴らしいことに、施設内だと結構ハウスの一番端ですねは、ハウスのパイプに当たりそうな感じで、進んで前を見ながら横を見ながらという感じで、耕していかないといけないんですが、自動ソーダ入れたところですね、うまく直進してですね、もう前だけ見てやればですね、横のハウスのパイプを気にせずですね、そのままずーっと放棄作業、ハウス内であんなにまっすぐ行けるとは思いませんでした。という感じですね、今、GL241 で放棄作業してですね、竹パウダーを散布して、その後、こちら放棄作業して、で EC と pH 今測ってみたんですけど、 pH は7付近で中性でですね、で EC がですね 1.1 とか2、多いところで3ぐらいだったんで、トマトの EC の値がですね、だいたい pH が1、あ、pH じゃない、 EC の値が 1.1 か、1から1.1ぐらいの、EC の値ということですね、基準値がですね、その値にかなり近い感じなんで、多分もともと元肥を入れてるんですけど、それが残ってる状態ですね、今肥料をやってしまうとちょっと過剰施肥になってしまいますので、とりあえず今回はですね、 pH も、EC もいいという感じなんで、無施肥、とりあえず無施肥で、トマトやっていてですね、で途中様子を見ながら追肥、液肥で追肥をしていこうと思いますので、今日はですね、今からこちらですね、久保田のベジマスターに、アグリアタッチさんの、以前紹介した、ハイカラヒレーネロータリーをつけてですね、ちょっとこのハウス内に3本ですね、畝を立てていくんですが、そちらの作業を、ね、していきたいと思います。で今回ですね、ハイカラヒレーネロータリーの両サイドにはですね、溝広キットというですね、溝をちょっと広くするキットを、前回もつけてたんですけど、それをちょっと広めにつけてですね、で歩くところを、溝を広く取るような感じで
ちょっと畝を立っていきたいと思います。ちょっとこちらのですね、紹介の動画も合わせてですね、していきたいと思います。はい、ということですね、それでは今日もトマトのですね、ハウスの準備していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今ですね、ちょっと成形機を調整していきました。こんな感じでね、綺麗にロータリー肺から片刃もこちらです。こちらのですね、成形機を調整していきました。こちら横でですね、何センチっていう、畝の高さ、こっちだと見えやすいですね。今20センチのところに船の成形板が行ってます。で、あとですね、こちらが調整が何センチの幅にできてますよっていうことで調整してありますので、これでですね。で、こちらの横についているこの部分が広溝キットですね。30センチだったからの広く溝が取れるキットになっております。もうこれでちょっとですね、畝を一回立ててみてどんな感じか見てみて、よかったらもう全体畝立てしていきたいと思います。はい、今センターですね、6メーターのハウスのちょうど真ん中のセンターにですね、タビキ車ですかね、タビキグルマというんですかね、線を引くやつを置いてですね、ちょっと足で見ながら、はい、それじゃあちょっと向こうへ行って畝を立てていきたいと思います。
はい、今ですね、こちら3本胸が立ち終わりました。ちょっとこちらの、最初の部分ですね、最初の部分では最後か、引っ張ってきて最後の部分ですね、管理機が、動きませんので、ちょっと手で修正していきたいと思います。はい、こんな感じでね、三畝、畝が立ちました。綺麗ね、ハイカラロータリー、綺麗ねロータリーハイカラか、もうすごく綺麗になりますね。ちょっとこの辺土の、ちょっともうちょっとロータリートラクターでね、深く耕せばよかったんですけど、ちょっと浅めに石が出てくるんで、浅めに耕すとちょっと土の土量が足らず、畝の肩がね綺麗に立ちませんでした、まあ、それはねロータリーの方の失敗なんで、ちょっとこの辺もちょっと肩が土が足りず残念な感じになってますね。本当だったら綺麗にいくはずだったんですけど、これでですね、あとは灌水チューブ、点滴チューブですね、点滴チューブを畝に2畳を植えするので、2畳を植えるようにですね、灌水チューブ2本通して計6本ですね、それから、こちらのスタートのとこに、13ミリのパイプでちょっと、あ、13ミリのパイプじゃないな、このもうできてますね、この接続パイプでもうできてますね。これをこの端にちょっと並べてですね、うまく畝に調整して灌水できるようにちょっとしていきたいと思います。で最後にですね、180のですね、シルバーマルチか白黒マルチか、ちょっとどちらか忘れたんですけど仕入れてますんで、最初のね、初期はねちょっと地温を上げたいんで黒の方がいいんですけど、もう夏場、暑くなるとですね、かなりこのハウス内が蒸し上げますので、そうなるとですね、黒マルチだとちょっと根が熱すぎて傷みますので、最初から白だったかシルバーだったか、ちょっと後で出してみないと覚えてないんですが、そちらのマルチをかけてですね、定植前作業としていきたいと思います。3月末にちょっと苗が来る予定なんで、もう21だったですかね、ということでちょっとじゃんじゃん作業を進めていかないといけません。ということで今日はね、これでちょっと作業を終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、こちらは、プラチナコーン貝トウモロコシですね、3月8日に発種してですね、育苗期に入れて根がちょっと出たかなっていうところで、こちらのハウスの中トンネルに、出してですね、今2大きぐらいですかね、葉っぱが1、2大きいものはこれぐらいの大きさですね。はい、まだちょっとね植えるのにはかなり早いので、今回はこちら普通の128ケツのセルトレイに発種したものと、こちらですね、ペーパーポット、チェーンポットみたいに見えるんですけど、これはペーパーポットですね、ペーパーポットに発種した、こちらプラチナ今回、両方ですね作ってみました。ペーパーポットはですね、もう、水に濡れてるんでさっと、あの、
一つずつ取れるような感じになってですね、128ケツのセルトレイは上に抜き上げるタイプなんで、ちょっと抜くのにね、根元が切れたりとか根が切れたりとか、いろいろそういう根が切れてしまうと直根性の作物なので育ちが悪くなりますので、まあちょっと今回ですね、こちらのペーパーポットでちょっと育苗の方をしております。あとはこちらはかぼちゃ、宝山かぼちゃの種とかですね、かぼちゃ、恵比寿南京、ぼっちゃんかぼちゃ、まあそんな感じでかぼちゃが出てまして、あとですね、トンネル栽培をしようとしているこちらズッキーニですね、ズッキーニ、緑のズッキーニと、あと黄色いズッキーニもやってるんですけど、今日は緑のズッキーニをポット上げしてもらいました。まあ、その他ですね、キャベツ、ブロッコリー、どんどん苗作ってます。こちらはレタス、シスコの苗ですね、これは販売用のポット上げした苗ですね。あとこちらはサニーレタスです。まあ、唐辛子、サラダ菜、サニーレタス、うちに、定食する用のサニーレタスはこんな感じですね。これペーパーポットでやってます。なんか日展さんに聞くとこれぐらいの大きさでも定食するみたいなことは言われてましたけど、こんな感じでさっと取れますんで、これをこのまま植える感じですかね。はい、リーフレタスですね。はい、そんな感じで、こちらはとんがりキャベツ、販売用の苗ですね。イタリアンパセリ、高菜、これはちょっと遅いそら豆、レタス、シスコ、下はリーフレタスですね。こんな感じで販売用の苗がどんどんできてます。おはようブロッコリーですね、スティックセニョール、春菊、いろいろな種類が、スナックエンドですね、いろいろな種類があります。こんな感じで苗の方ですね、徐々に出来上がっております。